マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから本当の自分との対話瞑想を行います。この瞑想は自分には自分を支えるもう一人の自分、ハイヤーセルフと言われる存在があり、その自分よりも高い視点を持った自分自身と対話していくものです。潜在意識の深い世界に入り、この対話瞑想を行うことで、自分自身の運命の方向をより良い方向に導いていくことができます。ぜひ繰り返し行ってみてください。このチャンネルでは、クオリティオブライフを高めるヒントや、海外で流行しているアファメーション、誘導瞑想をいち早く取り入れ、毎週たくさん配信をしています。チャンネルフォローがまだの方は、よろしければ今のうちにフォローをお願いします。また潜在意識の法則や瞑想の基本などについては、関連の配信で解説していますので、ぜひご視聴ください。それでは、まずリラックスして、全身の緊張をほぐしていきましょう。首を回したり、肩を回したりして、リラックスさせていきます。目は閉じて、イメージングしやすい状態にしていきましょう。それでは2、3回深呼吸をしてください。深く大きい呼吸をしてみてください。それでは普通の呼吸に戻して、しばらくこの瞑想音楽に耳を傾けてリラックスしてください。今ここの自分、呼吸をしている自分、この音楽に集中してください。あなたには、あなたをいつも見守っている存在があります。あなたが悩んでいる時も、嬉しい時も、いつもその感情を分かち合っています。あなたは決して一人ではありません。あなたが気づいていなくても、あなたを見守る存在がいます。
そのもう一人の自分が今あなたの目の前に座っています。全く怖がる必要はありません。あなたの味方でいつもあなたを考えてくれている存在です。そしてその存在はあなたのすべてを知っています。今あなたは目の前に座っているもう一人の自分、ハイヤーセルフと対話を始めていきます。その対話を始める秘訣は、話しかけて返答を聞いてみることです。心の中で自分が普段悩んでいること、もっとこうしたいけれどもどうしたらよいかと考えていること、自分の運命の方向性、すべてを知っているもう一人の自分に聞いてみてください。心静かにその声に耳を傾けると聞こえてくるはずです。感じるはずです。あなたは答えを知っています。あなたはすべてを与えられています。あなたには可能性があります。本来もっと輝く存在です。それを信じて心から安心して、しばらくの間本当の自分の声に耳を傾けてください。